多様性やグローバル化の重要性など、社長ご自身が海外勤務の経験から学ばれたことをお話しいただけますでしょうか。それはシンガポールに赴任するということが決まった後、ほとんどの皆さんが私に言ってくださった言葉がね、現地に行ったら現地に溶け込めと、郷にいれば郷に従えだというようなことを言われたんですね。数ヶ月経ちましてね、たまたまシンガポールの政府の関係の方と少しお話をさせていただく機会があったんですね。でその時にですね、大坪さん溶け込んだらダメですよと、入り混じるんですということを言われたわけですね。入り混じるということはどういうことかと言いますとね、多民族国家のシンガポールですからね、シンガポールの国家では必ずこれをルールとしていることというのがこうフレームにあるんですけどね、その国家間の中でやっぱりいろんな色特徴を持つ人がね、入り混じって生活すると。でそういう中には当然摩擦も起きると。しかしその摩擦をエネルギーにですね、まあ、より良いものを生み出していくということなんですね。でこれが私の言う入り混じりのね、原点になってるんですけども、日本は溶け込めと、青い赤い黄色いとこういう色がありましてね、これ溶け込んでしまうともう黒い色になってしまうわけですね。経営を進めるという点ではやはり異なる価値観、まあ、異なる意見、まあ、そういったものを一つ一つ尊重しながらですね、お互いにそういう違いを出し合って、まあ、より良いいいものを生み出していくと。パナソニックであればパナソニックの経営理念という大きな大きなですね、まあ、ある意味では柔軟なフレーム構造を持った中で、やっぱり我々一人一人、世界中の人がですね、まあ、入り混じって、まあ、異なる価値観意見をぶつけ合って摩擦を生みながらも新しい価値を生み出していくと、まあ、こういうことを意識しなければなかなかグローバル経営っていうのは進化しないと思いますね。